はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでね、本日は入場料500円する公園に来てますんで、早速行ってみたいと思います。はい、ということでね、普段まあ僕のお家の近所にある小金井公園ですとか野川公園とか、結構巨大な公園に囲まれてるんですけど、まあ、そこら辺はねもちろん入場無料で、行き放題、動物もいっぱいいるしって感じなんですけれども、この500円する高級な公園、新宿御苑、まあちょっとどんな感じなのか楽しんでいきたいと思います。とにかくね、芝がすごいです。芝がすごい。じゃあ行っていきたいと思います。いやー、でもなんか普段こうやって芝生を歩くことがないので、この感触がマジで最高ですね。芝生の皆さんもぜひね、もうほんと500円払っただけの甲斐のある芝なんで、ぜひ歩いてみてください。最高の芝最高です。はい、ということでですね、本日は500円する公園に来たんですけれども、まあ結果としてはもう500円払っても全然いいなと、まあ、普通公園はねタダで行けるんで、まあ、ワンコインとはいえ500円って高いんじゃないのかって思ったんですけど、もう全然いいですね。例えば、まあ、休日に、ね、友達と会うとか人と会うとなるとね、やっぱりカフェとりあえずドトールとかスタバとか行って、でランチも行って、でまあね2000円3000円ぐらい使って、でお互いねどうでもいいその愚痴の言い合いみたいな、負け犬同士の傷の舐め合いみたいなので、すごくくだらない時間をその一日使い果たして、疲れが溜まって結局ストレスも解消されずね、ただ疲れて3000円なくなりっていうね、そういう時間だと思うんですよ。ただね、ここに来れば自然と向き合います。ワンコイン500円で自然と向き合えて、自然と会話できて、ストレスはたまらないし、自分とも向き合えるし、で何か今問題抱えてたり悩みを抱えてるんであれば、それをなんか愚痴としてファって吐いたら、もうそれはそれでなくなっちゃうんですけど、ちゃんと自分の問題点、自分にも多分ダメなところはあるだろうし、まあそのね他の環境とかにもダメなところ もちろんあるとは思うんですけれども、自分自身にも問題点にも気づけたりするんで、ね、愚痴とかを吐いて逃げるんじゃなく、こう自然と向き合える時間、すごくねワンコインでいい場所だと思いますんで、ぜひとも皆さんね、この新宿御苑ワンコイン500円、ちょっと高級なお高めな公園なんですけれども、たまにはねちょっとね、気分転換リラックス、よし今日は私へのご褒美、ちょっと高級な新宿御苑行ってこようかしらってことで、この高級公園、ワンコイン公園、ワンコイン公園新宿御苑
ぜひともねおすすめなので、皆さんも遊びに来てみてくださいということで、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。